どうも、ひろしです。ジャニーズ事務所が放つ話題の9人組アイドル、スノーマン。もちろんみんな知ってるよね。2020年1月にストーンズと CD 同時デビュー以来、歌はもちろんバラエティ番組でも大活躍中なんだ。個性的な9人のメンバーの中で、身長184センチでスタイル抜群、クールで色っぽい表情を見せて人気急上昇中なのが目黒蓮くん。モデルとしても活躍し、専属モデルを務める雑誌ファインボーイズでは2号連続単独表紙を飾り、発売予約日はアクセス殺到、5分でサーバーダウン。一方、バラエティ番組では英語や漢字が苦手で、ちょっぴりおバカな一面も披露しているんだ。そんな目黒くんだけど、ジュニアからデビューに至るまでたくさんの苦悩を抱え、必死にもがき頑張ってきた。今日はそんな目黒くんのエピソードについてご紹介するね。目黒蓮、現在23歳。小学生の頃からスポーツ、特にサッカーが得意で、アンカーというディフェンスに重きを置いたポジションで活躍。中学1年生の時には本人も知らないところで非公式のファンクラブもできるほどの人気者だったんだ。きっかけはある日、目黒くんの親戚が集まっているところでこんな提案が持ち出されたんだ。ジャニーズ事務所に応募してみようよ。そしていとこのお姉さんが履歴書を送ったことがきっかけで、中学2年13歳の10月30日、ジャニーズ事務所に見事合格、入所することになった。初舞台はそれから約1ヶ月後、2010年11月27日、NHK ホールで行われた年末ヤング東西歌合戦、東西ジュニア選抜大集合2010、ABCZ プラスジャニーズジュニア選抜 VS 中山優馬プラス関西ジュニア選抜。目黒くんは10歳から17歳までの入所間もない新人ばかりを集めた新ユニット、ジャパニーズハイのメンバーの一人として、山田涼介くん、知念優里くん、中山優馬くんのユニット、NYC のバックダンサーとして初お披露目された。ジャパニーズハイはその後、ジャパニーズハイスクールに改名。目黒くんも大好きなサッカーをやめて必死に頑張ったんだけど、一緒に30人くらい入所した同期は佐藤勝利くん、神宮寺勇太くん、岩橋元気くんなど、そうそうたるメンバー。踊るメンバーの最前列、真ん中には佐藤勝利くん、そして目黒くんは常に最後列の一番端だった。自分には才能がない、だから努力するしかない。入所して間もなく、ある先輩ユニットの MV に出演するメンバーを選ぶ日が来た。目黒くんは集合時間の1時間前に入って、鏡の前で必死に練習をしたけど、残念な結果で終わってしまった。その時、担当の振付師が話している声が聞こえてきた。目黒は、いらない。人より早く入って、一生懸命練習しても呼ばれない。辛い現実を突きつけられた。大人にとっては仕事上のことかもしれないけれど、ジュニアに入ったばかりの目黒くんにとっては残酷だった。目黒くんは、悔しさのあまり、家に帰ってボロボロと泣き続けた。もう、やめたい。そんな目黒くんを見て、ご両親も苦しんでまでやる必要はないと声をかけてくれた。だけど、逆にその言葉で火がついた。もう一回、頑張ってみよう。目黒くんがジャニーズ事務所を辞めようと口に出したのは、これが最初で最後だった。その後、ジャパニーズハイスクールは自然消滅。目黒くんは、どこのグループにも所属していない無所属メンバーになったんだ。高校生になった目黒くんは、滝沢秀明さん主演、滝沢歌舞伎2013や、玉森裕太くん主演、ドリームボーイズジェット、ABCZ 主演、ABC ザ、ジャニーズ WEST 主演、なにわ侍ハロー東京、タイフーンドリーマーをはじめ、数多くのステージに出演していた。その頃、いつも一緒にいたのが、1歳上の同期、原義隆くん。入所当時のレッスンで、最後列の一番端にいた目黒くんの隣で踊っていたのが原くんだ。二人はジュニア入所当時から同じステージに立つことが多く、一部のファンからハラメグコンビと呼ばれ、同期新芽として人気が高かった。そして2015年1月、ジュニアで大人気の岸優太くんの主演の連続ドラマ、お兄ちゃんガチャでドラマ初出演。大勢のジャニーズジュニアが出演する中で、目黒くんはお兄ちゃんズの少年 E 役、原くんは少年 D 役でレギュラー出演。ちなみに、このドラマには、スノーマンの岩本照くんや、深澤辰也くんがゲスト出演していたんだ。不思議な縁を感じるね。そして、翌2016年、目黒くんに嬉しい知らせが届いた。
滝沢秀明さん主演舞台滝沢歌舞伎2016初出演が決定したんだ。目黒くんが演じたのは滝沢さんが歌舞伎の化粧をする時の黒子役。黒子は歌舞伎においては顔を隠してお手伝いをする役割だけど、滝沢歌舞伎では布を外してお客さんに顔を見せながら化粧をする滝沢くんに内輪で風を送る役だ。それまでその他大勢か、それすらも選ばれなかった俺にとって、初めて自分に課せられた仕事、自分に責任がある場所が本当に嬉しい。滝沢歌舞伎2016は目黒くんに自信をくれた大事な作品になった。しかしその後はまた先輩メインのステージの後ろで踊る機会だけが回ってくるようになってしまったんだ。目黒くんは原くんと一緒にセクシーゾーンでデビューした佐藤勝利くんの姿を見ながらこんな望みを語っていた。俺たちもキラキラした衣装着たいな。マイクを持ちたいな。そして2016年秋。ここからようやく目黒くんの人生が大きく動き出す。2016年秋。事務所のマネージャーより先に先輩ダンスユニットゼイ武道の山本亮太さんから直接目黒くんに電話がかかってきた。新しいグループを組む話があるんだけど考えてくれないか。ゼイ武道は2008年から活動する非常にダンススキルが高いグループだった。キャリアも長く、ダンスも抜群にうまい。そんな先輩たちと一緒にユニットに組むなんて、同じ誘いを受けた原くんと一緒に悩んだ。これまでグループに入るなんて考えたこともなかった。でもそのグループに入って頑張ってみたい。そして2016年11月11日、嵐の5大ドームツアー、嵐ライブツアー2016-2017 Are You Happy? 初日の札幌ドームで新しいユニット結成が発表されたんだ。その名は宇宙シックス。ジャニー北川さんがつけてくれた名前だ。メンバーは元ゼイ武道の枝剛さん、山本亮太さん、林翔太さん、新メンバーの松本幸太さん、そして原めぐコンビの原吉高くん、目黒蓮くんの計6名。年齢は目黒くんが最年少、最高齢の枝さんとは10歳年が離れていたけれど、お互いをあだ名で呼び合い、いろんなことを教えてもらえる環境だった。2017年に入ったある日、目黒くんに事務所から急ぎの連絡が入ってきた。滝沢歌舞伎2017でジュニアメンバーが一人怪我をした。代わりに翌日の公演から出演することができるか。代役に目黒くんを希望したのはあの滝沢秀明さんだった。ずっとまた出たいと思っていた滝沢歌舞伎、尊敬する滝沢くんが目黒をと言ってくれるのであればやるしかない。その日の夜中に振り付けの動画が届いて、朝まで練習して踊り覚えた後、そのまま新橋演舞場に向かい、場当たりに参加。18時に開演。目黒くんは見事にやり遂げ、千秋楽までなんとかやりきることができた。千秋楽では滝沢さんから、困った時は目黒に頼めばなんとかなる、頼りになる後輩です、そう絶賛していたというから、目黒くん本人も嬉しかっただろうね。そしてここから目黒くんに悲劇が訪れるのだった。